キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにある全ての生徒たちまた監督と羊たちへ充てられた書簡が、えー、ピリピ人への手紙でございます、えー、新約聖書の使徒行伝の16章というところにはその教会が、えー、作られた戦い が記されているので皆さんがこのところはよく読まれている場所ではないかなと思っていますちなみに、えー、その前半の部分人行伝の16章ですが、えー、皆さんとともに目を追ってみたいと思っています16章の6節からですねそれから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので古着やガラテヤの地方を通ったこうして ムシアに面したところに来た時ビテニアの方に行こうとしたがイエスの御霊がそれをお許しにならなかったそれでムシアを通ってトロアスに下ったあるよパウロは幻を見た一人のマケドニア人が彼の前に立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであったパウロがこの幻を見た時私たちは直ちに マケドニアへ出かけることにした神が私たちを招いて彼らに福音を述めさせるのだと確信したからであるそこで私たちはトロアスから船に乗りサモトラ家に直行し翌日ネアポリスに着いたそれからピリピに行ったがここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった私たちは この町に幾日か滞在したこれが前半のピリピ教会への創立のいきさつでありますがこのパウロと弟子によって手当、えー、テなしテに住む紫布の商人ルデアが救われてそして占いの霊に取り憑かれた女性が救われてそしてしかし この占いの霊に疲れた女性を救ったために、この占いの霊を雇っていた、女を雇っていた商売人たちが、非常に意気通って、彼女たちを訴えて、えー、牢屋に放り込んでしまったという出来事がございました。商売を邪魔されたという角で、投獄された彼らでしたが、その結果、ローバンとその家族が救われたという出来事が、 職業伝の16章に書かれていますこれが実はピリピ教会のヨーロッパに最初に創設された教会と言ってもいいかもしれませんがパウロの宣教による教会が創,立された創設されたと言っていいのではないだろうかと思っています。そこで先ほど司会者に読んでいただきました聖書の場所から今日は皆さんと共に3つのことを考えていきたいなと思っています。一つは 1> 1章の12節に記されています兄弟たち私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいこれが一つ二つ目は十三節に記されていますが私がキリストの家に投獄されているということは親衛隊の全員とその他のの全ての人にも明らかになったこれが二つ目。 3つ目は兄弟たちの大多数はいわゆる教会につながっている兄弟たちの大多数は私が投獄されたことによって主にあって確信を与えられ恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになったパオル先生が牢屋に放り込まれたっていうことでピィリピンの教会へビビっちゃってですね教会を閉鎖したっていうことではないんですね。 なんとすごいことだろうなというふうに思いまして今日は皆さんとともにこの三つのことを考えていきたいなと思っていますまず第一に、えー、さて兄弟たち私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思いますパウロがここでですね私の身に起こったこと一体何の出来事がパウロの身に起こったと 言えるのでしょうか、えー、それは首都行伝の16章に戻るんですが16章の22節から24節までにこういうことが書いてありますパウロの身に起こったこと群衆も二人に反対して立ったので長官たちは二人の着物を剥いで鞭打つように命じた何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて 監修には厳しかもですねこの命令を受けた監修はね二人を奥の牢に入れて足に足枷をかけた何度も何度も鞭ち打ちながらですね二人を牢にしかも奥の牢に私もカヤパの官邸にあった「イエス様が捕らえられたであろう」という牢獄に案内されていきました。 入り口はないんです天井にぽっかり穴が開いててそこから釣り下ろすというようなでも今だからこそ外側から階段で降りるようになってはいるんですけどもしかも奥の牢にっていうんですから日の一筋も通らない真っ暗闇そういう奥の牢に入れてしかも何て書いてありますか足に足かせをかけた。つまり 負の出来事です私の身に起こったことっていうのはなんとなぜどうしてこんなことが私の身にというような負の出来事がパウロとシラスに起こったという出来事を彼は私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたい。福音ををを前進させるイエス様様伝伝ええ神様の愛を伝え イエス・キリストが私たちのためにどんなに命を懸けて私を救ってくださったかこの福音を伝えるのに交代ではないむしろ全身に役立ったとパウロは言うのです自分の身に不利が生じたそのことが福音の前身のためのだからパウロは喜びだですからピリピリとへの手紙には皆さん「喜び」という言葉が繰り返し繰り返し出てますでしょ 喜喜び喜べもう一度言いますけど喜ぼう喜ぼうじゃないかそういう私の身に起こったことが全く負の出来事マイナスの出来事が起こり牢屋の奥に真っ暗闇の鞭打たれて体の背中がズキズキ痛む中で両足の足かせをかせられて明日この首がはねられるかわからないような全くマイナスの状況の中にあって喜ぼう そういうふういふに言わせたものがパウロのうちにあったんだなというふうに思いますそこでもう一度16章一行伝の16章に戻ってみますとね16章の25節にはこういうことが書いてあるんです「真夜中ごろパウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた」「真夜中ごろです」「真夜中」 それは私にとって真っ暗闇の出口がなく誰の助けを呼んでもその助けに応えてくれる人は何一つない全てのものに見放されたというような状況が真夜中っていうふうに言い表してもいいかもしれません。お互いがその闇の濃さがどれだけ濃いか濃くないかそれはともかくとしても。 自分にとって真夜中っていう経験っていうのはあるんじゃないかなと思いますあるいはこれからの出来事にもそういう真夜中という出来事があるかもしれませんあなたにとって真夜中がどういう真夜中であるか言えることは孤独全てに見放らされて出口がない明日の命がわからないという絶望ところが真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ 賛美の歌を歌っていた、つまりこの瞬間がね、なんとマイナスがプラスに転換する瞬間なんです。私たちが何かをするということよりも、神に祈り、神様に向かって賛美が歌えるようになった時のその瞬間、なんと大地震が起こって、牢屋の土台、建物の土台が全部ぐら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 ついて、 そして牢屋の扉という扉が全部ガチャ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 ガタ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 外れてしまって開いてしまった。それで獄主はですね牢屋牢番はもう囚人がこれでみんな逃げてしまうかと思って自分たちの責任だと思ってその牢番たちの中に自ら自らで命を絶とう責任を果たそうとする者たちも出てきたというような状況の中に いたわけですそんな中で実になんと私たちのお互いの人生の中で私の身に起こったことをあなたの祈りと賛美で神様はマイナスをプラスに転換させてくださることのできるお方なんだ牢屋の土台をぐらつかせ扉という扉を全部外させてそして 囚人たちを自由にさせることのできるほどの神様の力を私はどれだけ信じそしてどれだけあがめこのお方にどれだけの祈りとどれだけの賛美を捧げることができているだろうかつまり私の身に起こったことこれが第一番目第二番目に一章の13節に書かれていますが私がキリストのゆえに投獄されているということは 親衛隊の全員とその他のの全ての人にも明らかになりパウロは、えー、ピリピ書の同じピリピ書ですけども日1章の29節に「あなた方はキリストのためにただ彼を信じることだけではなく彼のために苦しむことをも賜っている」とまで言いました。本当ににパウロはむしろ神様のために イエス様の福音を伝えイエス様のためにこれほどの苦しみを受けることは喜びだそういうところにまで彼自身を高めているっていうのはすごいなと思いますしかも親衛隊の全員とその他の全ての人にも明らかになりよく聖書には百人隊長とかさ千人隊長っていうのが出てきますよねそういう親衛隊の全員と その他の兵卒たちのすべてに明らかになったああ兵隊たちが噂話をしていたかもしれませんねいやあ,あいつはただごとじゃないんじゃないかななんであんな牢屋の中で歌を歌い祈ることができるんかいあの顔見たかあの安らかな平安なあんな顔なんてめったには見たことがねえような顔だいやあもしかすると 俺らはキリストを信じる奴らを全部片っ端から牢屋に放り込んだけども本物かもしれねえぞ何を言うんだ偽物だからこそ俺たちはあいつらをうん、いやいやいやそう言うけどさあれらの姿を見てみろよ本物だぜありゃ本物でなきゃできねえんじゃないかそんな噂話がどっかであちらの隅でこちらの隅でなされていたかもしれない 原の噂はいい噂が聞こえてこないあっちの隅でもこっちの隅でも <laughs> そんなじゃ困りますよねあいつを見てるとやっぱりイエス様に従ってるやつだよなって言ってもらえるようになるとお互いどうでしょうねしかもその親衛隊がああ今日も一日疲れたと思いながらも家に帰ってくる奥様があなたお帰りなさい今日はでもお疲れでしたよそのお顔色が。 よくありませんわ「いや今日はとんでもないやつに会ったとんでもないやつってどんなやつ?」「いやパウロとシラスってシラスシラスって言うんだけどさ <laughs> あそんなやつに出会って俺は参ったよ何があなた参ったんですお父様今日はお顔色が優れませんけどどうだいや息子か今日はな私はとんでもないやつに会ったんだよとんでもないやつってな 父様はどんなやつなんななですそれがだ牢屋に放り込んだやつが背中は耳すばれで鞭打たれて両足は足かせをかせられて牢屋の奥の中に放り込まれたやつが神様に祈るんだ神様に賛美するんだって輝いているじゃねえかわしはもしかすると間違いなのかもしれませんねいやあなたなんて言うんです あなたの信念を貫いてください。いやあわしの信念というよりもあいつの信念の方が正しいかも信念なんて家の中でダジャレを言い合っているわけじゃないんでしょうけども親衛隊の全員とその他の全ての人にも明らかになりとんだ一人芝居をしてしまいましたけれどももしかすると兵隊同士が 百人隊長同士が、千人隊長同士が、あるいは彼らが家に帰って、そんな話をしたんじゃないでしょうか。すべての人にも明らかになり、獄中の中にいる囚人たちにも、獄外にいる兵隊、兵卒たち、百人隊長、千人隊長たちの中にも、いや、彼らの家庭の中にさえも明らかにされていたんじゃないだろうかな、ということを思わせられます。 それが二つ目三つ目は14節に書いてありますけれどもまた兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになったつまり兄弟姉妹たちがパウロとシラスが牢屋に放り込まれたその事実に触れた時に 彼らは怯えて扉を閉めて縮こまっていたのではなくあるいは彼らはどこかへ隠れ家に逃げてしまったのでもなくここに書いてありますように主にあって確信を与えられ恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました兄弟たちの大多数全てとは書いてありませんけれども大多数 多くの者のはパウロの入国によって確信を得た福音が本物だキリストを信じることが実に力だ皆さんパウロとシラスが牢屋の中で泣き言を言ってたらどうでしょうか俺たちは無罪だここから出せっつってですね泣き言を叫んでいたらどうでしょうかクリスチャンたちがいえあなたの存在が 誰かの信仰を固めて誰かの伝道を勇気づけてあなたの生き方がますます誰かを勇気づけて確信を与えて伝道に励まされる励ますことができるような役割を私自身の存在ができたならばどんなに素晴らしいだろうかなというふうに思いますあなたの身に起こったことを兄弟たちが見て どう思うか。今ちょっと映像を見てもらいますけれども。に日本で二十六聖人と言われている人たちが。千五百九十七年二月の五日。慶長元年十二月の十九日に。豊臣秀吉の命令によって。長崎で貼り付けの刑に処せられました。二十六人の人たちでした。日本でキリスト教の信仰理由に。 最高権力者の指示によって処刑が行われたのはこれが初めてであったそうです。26名のうち24名はですね1597年1月の10日長崎で処刑せよという命令を受けて一行はあの大阪を旅立って京都大阪を引き回されて京都では実に左の 耳たぶを切り落とされてあの玄冬冬の玄関の冬の時期歩いて皆さん長崎へまで連れて行かれたって言うんですまた途中でイエズス会の世話役ペテロ・スケシローという人がいてもう一人フランシスコ会の世話役伊勢の大工フランシスコという人がいて この24名にプラス2名も捕獲されて殉教の列に加わってなんと全部で26名の人が亡くなられました1957年2月4日長崎に到着して、えー、船で一泊して、えー、1957年2月の5日ですか、えー、朝ひどい霜の降る中に 12キロの裏上街道を歩かせられて午前10時ごろ石坂の丘に到着すぐに十字架にかけられたんだそうです槍で両脇を突かれて26名は長崎の西岡の丘で殉教したというのがこの記念の像なんだそうです皆さん一行の中にねわずか12歳の少年がいたんですね 12歳のルドビコ・イバラギという少年がいるのを見てですね寺澤半三郎という人は幼い少年を助けようと思い信仰信仰を捨てるよう言ったんだそうです。ところがこのルドビコ・イバラギという少年はこの申し出をきっぱり断って殉教師だっていうような 日本では最初の殉教師があったそうですキリシタン時代あのみ絵の時代多くの人は転んだかもしれませんけれどもここに「大多数は」っていう聖書の御言葉にあるように本当に多くの人々がイエス様を信じ続けて主のために殉教することを喜びとした人々が私たちの血に流れているんだっていうことを皆さん覚えています。 いいいいたただきたいなという,ふうに思っています今日本は本当に0.5%クリスチャンがいるかいないかではありますが最初に殉教師した人たちの信仰の継承が私たちのうちにあるんだということを知っていただきたいと思いますしかもあの第二次世界大戦の時代は多くの牧師たち信徒たちが謙虚されました。その中でも 大多すべての人とは言えませんけど大多数は主イエス様に従って投獄されたという人々も牧師たちもいらっしゃいましたそのような信仰を私は受け継いでいるんだということを皆さんお感じになったことがありますでしょうかさかのぼってさかのぼってあのピリピの教会の人々あの牢獄の中です祈り賛美したパウロのシラスの 信仰を私たちも引き継いでいるんだっていうことを知りたいと思います感じたいと思います受け止めたいと思いますそして私自身の信仰の歩みが誰かを確信づけていく誰かを励ましていく誰かが伝道するのになお勇気づけていくそういうような生き方をさせていただきたいなということを思います。恐れることなくますますす勇敢に 神の言葉を語るようになったそれは私たち自身がそうであると同時にですねあなたという存在を通して誰かがそのように励まされ力づけられそして恐れることなくますます大胆にイエス様を伝えることができるような人になっていただくための大きな役割をあなたが演じる一人でありたいなあってほしいなというふうに思います。 お話がなくなってしまいましたが最後に一章のピリピ p ピピという手紙の一章の二十節をスクリーンに出してもらいたいと思っています。パウロは言いますそれは私の切なる祈りと願いにかなっていますすなわちどんな場合にも恥じることなくいつものように今も大胆に語って生きるにも死ぬにも私の身によってキリストがあがめられることです。 パウロは観念的なこととか思想的なこととかイデオロギーのこととかということを p ピ p の教会の人に言っているんじゃないんです。この身、私の身何遍も繰り返されているこの身生きているこの私自身によってキリストがあがめられることです。あがめられるっていうのはあのギリシャ語ではメガルーノっていうんでメガルーノっていうのはあのほら よくメガフォンなんんてていうのメメメガガガ使ってるんですよメガメガトンというメガってあるじゃないですか、うん、あれは何,て,いんで、ね、な何,何て言うんですかね何百万倍っていうんですかねメガトン私の身によってキリストが何倍にも何倍にも拡大されるためだ私はこの言葉に触れた時に「イエス様もしかして私はこの私の身によって あなたを縮小させてはいませんでしょうかイエス様もしかして私の身によってあなたを間違っても削除するようなことがないでしょうねパソコンはボタンでポツってやれば削除され,削除されちゃいますねいやそのように私のたったつれない血も涙もない一言が冷たい態度が誰かを傷つけ誰かを悩ませ キリスト教って本物かいと思わせるような、本当にイエス様、この私の身によってイエス様を縮小させたり、イエス様を削除させてしまうようなことはないでしょうかと、私の身によってあがめられるという言葉を通して、本当に神様に向かって、そんな祈りを捧げたことでございました。いや、2倍、3倍、4倍、5倍でなくてもいい。1.5倍でもいい。1.2倍でもいい。 私の身によって少しでもイエス様が拡大されイエス様があがめられるようにこの身によってあなたの身によってキリストがあがめられるために神様はイエスキリストの命を懸けてあなたを愛しあなたを祝福しようとしていらっしゃることを覚えながらいやもしかして今皆様にとって真夜中だよと思われるような闇の暗い濃い真夜中におられるかもしれませんが。 神様はその真夜中を用いて周りの人をさえもいや、教会につながる人をさえも兄弟姉妹をさえも勇気づけて勇気づけて、イエス様を信じることは本物なんだよ、本当に力なんだよ、真理なんだよと言わせようとしていらっしゃるのではないでしょうか。主はあなたを用いようとしていらっしゃいます。お願いします。はあ、天の父なる神様。 誰でも知っている有名な場所ではございましたものの知っていると実際自分自身が生活しているのとは異なります。本当に私自身の歩みが私自身好みによって本当にイエス様あなたがあがめられあなたが拡大されるようにあなたは私を祝福しようとしているのに私,に私たちにはそういう祈りがない。 そういう賛美がない。ああ、今日、本当に私は今置かれた場所がどうであるなかろうと、本当にあなたに向かう祈りと賛美を持って、あなたは必ずその信仰に応えて、その牢屋の台を揺るがし、扉という扉を外して、すべてのものを自由にさせる、あなたの恵みと力を、 与えてくださろうとしていることを感謝いたしますお一人お一人今置かれている持ち場立場あなたがご存知ですそれが闇がこかろうとなかろうと神様あなたにとっては変わらないはずですあのパウロとシラスの祈りと賛美を用いてくださった主は御前にある一人一人の祈りと賛美を無にはなさらないお方です主よあなたが崇められるように この時を心から感謝しますどうか日本のクリスチャンが0.5%がいや1%は本当に満たない0.50.40.3いるかというふうに言われるようなそんな中でもそのわずかなクリスチャンたちを用いて「イエス様あなたがあがめられますように」。心からの祈りと願いを尊い主の皆によってお祈りをいたします。アーメン